今回メリー号は菜の花にあるはずよ。よし。今回メリー号は菜の花にあるはずよ。よし、菜の花に向かおう。しまった。どうしたルフィ、弁当忘れた。後で作ってやる。まずは菜の花に急ぐぞ。ルフィさん、みんな本当にありがとう。自分が海賊になるなんて考えたこともなかった。そんな人生の選択なんて、この機を逃したらもう一生ありえない。王女であることをつまらないと思ったことはないし、反乱が終わっても国はまだ大変な時期。私が行くならあなたも行くわよね。ねえカル、あなたはどうしたい？そんなに似ちまうのか。そのマネマネの実ってので変身されちまうと。とにかくしっかり締めとけ。今回の相手は謎が多すぎる。なるほど。あんな奴が敵の中にいるとなると、迂闊に単独行動を取れねえからな。よし、とにかくこれから何が起こっても。左腕のこれが仲間の印だ。じゃあ上陸するぞ。レシアへ。あとアラバスタついてくれよ。仲間のためには全てを投げ出してしまうのね。私にはわからないわ。仲間ってそんなに大切に思えるものなの？やってやるぜ。すげえ。よし。いやー、それにしても今回のアラバスタの旅もめちゃくちゃ大変だったな。ナナ、クロコダイルもちゃんと倒したし、これであの大きなキューブは吸収できるようになったんだよな。ええ、でもそれはあなたたちとビビの別れを見届けてからになるわ。やってやるぜ。よし。やってやるぜ。来るかな。ええ、クロカブト、あの時と同じ
そうだな。たとえ思い出でもビビはビビに違いないからな。今回も10億ベリーはもらい損ねちゃったけどね。まだもらう気いたのかよ。任せろ。違う場所だろ。結局こうなっちまうのか。行くぞルフィ、12時を回った。みんなあ、見ろ、来たぞビビだ。お別れを言いに来たの。私一緒には行けません。今まで本当に冒険はまだしたいけど、私はやっぱりこの国を愛してるから、だから行けません。そっか。私はここに残るけど、いつかまた会えたらもう一度仲間と呼んでくれますか。じゃあそこに輪になって並んで。何なんだよリム。黙って手をつないで。つないだぞ。本当は私が触れるか、私に触れているだけで戻せるんだけど、こんな風に繋がっていれば一度で済むわ。なるほど。どういうことかしら。
記憶とは違う展開を見せる世界に苦戦する麦わらの一味。それでも仲間との絆を力に変え、クロコダイルを打ち倒した。そして島に戻った彼らの前に新たなる巨像が立ちふさがる。辞書、砂人の遺構と風の巨像。もう死んでもいい。うるせえ。戻ってきたのか。まだ半日も経ってないじゃねえか。その様子だとうまくいったみたいだな。半日だと。メモリアと現実の世界では時間の長さが違うの。さて、俺からも朗報がある。でかいキューブを持っているはずの巨像の居場所を見つけたぜ。準備ができたら出発しよう。声をかけてくれ。なんだこれ、変な顔してるぞ。何かの装置か。危ねえ装置じゃねえだろうな。チョッパー触るなよ。お、わかった。この島に昔からある何かの合成機だそうだが、動かすことはできないらしい。動かせないって壊れてるのか。さあ、俺にはさっぱりだ。直接リムに聞いてみるがいい。そうか、じゃあリムちゃんに聞いてみるか。リムさんはどちらに行かれたのですかね。私ならここにいるわ。かわいい。これは昔っく合成機、キューブの情報を合成する機械よ。名前はムクチー。それで、そのムクチーは何を合成すんだ。説明するわ。すげえ技術だが、どういう原理なんだ。さあ、ムクチーは昔からあるけど、私にはわからないわ。合成の理屈は、こいつを作ったやつにしかわかんねえってことか。それに今は動かすことさえできないわ。アディオのやつもそう言ってたな。この機械は壊れてんのか。使える人がいないの。ムクチーは訓練されて息の合った二人にしか使えないから。腕が四本あれば一人で使えたかもね。一人なら息を合わす必要もないし。あら、四本あればいいのかしら。